ニューヨーク不当でハドソン川上の橋家にコーンシロップの樽を積み込む沖中市沖中市は、競技には、船から陸への荷上げに卸しを、抗議には、陸から船への積み込みを含む荷役を行う、港湾労働者の急償。1960年代以前の貨物船のほとんどは、在来型貨物船であり、荷上げに卸しの作業は、本船から橋家、 橋家けから桟橋と荷物を移動させるために多くの作業員を要する仕事であった。公安二役事業は元受けの下に複数の下受けがあり、第3次、第4次の下受けが現場作業を担当した。体力のない下受けは作業員の雇用を維持ができず、手配師と呼ばれるコーディネーターに人集めを依頼する携帯が状態化した。高賃金で体力勝負となる労働現場は、 荒くれ者が集まることから荒廃しやすく、1915年頃の神戸港の例では、沖縄市の妊婦供給業から山口組が立ち上がる例も見られた。1970年代以降、各地の港湾が整備され大型コンテナ船の利用が主流になると、橋家を使った労働集約型の作業は柴叩く間に減少し、沖縄市は、 港湾労働者としてくくられるようになった。現在、船の荷上げに下ろしの作業を行う港湾労働者の仕事は、ガントリークレーンに代表される大型機械の操作など、オペレーター的な作業が中心となり、かつて沖縄市が活躍していた時代とは、作業内容が大きく異なっている。沖縄市を父に持つ日の足平の自伝的小説、青春のキロには、 昭和初期の沖中市の姿が滑車されており、受け置い市も、小頭も、中氏も、ほとんどが、酒と爆地と女と喧嘩とによって、人気や人気を売り物にする一種のヤクザだ。大部分が無知で、定列で、その日暮らしと言ってよかった。普通に考えられる工場などの労働者とは、まるで違っているとの記載もある。また、学生時代に自らも、 沖縄市を経験した、生島次郎は、この妊婦が、いわゆるプータロというやつで、横浜の土屋街にいくらもゴロゴロしていた。プータロは、ニコヨンともいい、これは、当時の日給が240円だったことから来ている。手配師が集めてきたプータロを会社が日給制で、雇うのだが、手配師は、会社から払われた日当のピンを跳ね、プータロには240円だけ払うと、 当時の沖縄市を取り巻く状況を伝えている。今日、日本においては、沖縄市という言葉は、差別的であるとされ、一般の報道などに際しては、自主的に、港湾労働者などに置き換えられて表現される。構成員、約4万人、彼らはなぜ存在するのか、山口組、概論、E の検事長。 日経ビジネスオンラインウェイバックマシンコンテナアミダス会の基本講座一般社団法人日本埋め立て春節協会生島二郎変翼だけの青春集営者1985年9月177から179ページ私の失敗3著名35人の体験談産経新聞 P193 2020年6月11日閲覧 ありがとうございます。